ああ、です、です。音と映像どう？ぬるってるかな？だいぶね、設定をいじくり回したんだよね。愛はどっつ、テスト配信です。2018年6月の1日。19時18分です。どう？スマホで見てる人とかパソコンで見てる人。映像で見やすい？こう出力上げてみたんだよね、カメラの。どうかな、体感ある？あ、 PC で見てる人は綺麗、普段より綺麗。だいぶいじったかな、だいぶいじったかな、だいぶ。音も映像も綺麗かな。スマホの人聞きたいかな。iPhone 綺麗に見えてる。文字も潰れてない。かなりね、いつもより綺麗に見えてるはずではあるんだけどね。ちょっとテスト配信です。しばらく様子見てみようか。結構違う？結構違う。普段よりいい画質。全然いい。そう、iPhone ならねえって。文字も読みやすくなったでしょう。 Android だと微妙なんだ。何が微妙か教えてもらいたいな。どう微妙？いつもと一緒、変わらない。なるほど。アンドロイド。下が潰れる？え？字がぼやけるアンドロイドだと。え、それ低画質モードとかになってない？どれ見せて。のんちゃん来て。中画質になってるでしょ？最高画質にクリックしてみて。なった？アンドロイドで画像が曇ってる人は、設定をね、最高画質にすると選べると思う。ちょっと出力が上がったから、いつもより綺麗。あ、そう。じゃあ、これメインでいこうかな。画像、いつもより綺麗。みんながそう言ってるってことは、体感がいいってことは、本当に綺麗なんだろうね。みんなの目をね、みんなの方がリスナー歴長いからね。なるほど。タイムラグはどう？遅れてるとか、なんかある。エンコードが高負荷ですって出たな。エンコードが高負荷。髪のベタ、今日はジェル塗ってるだけ、普段塗ってない。なるほど。悪くないな。部屋を片しながらね、設定を変えてたんだけど。だね、のんちゃんが映りやすくはなってるから気をつけはないといけないなとは思うけど。のりこが映り込みやすいよね。低画質だと前よりぼやけるのは低画質だからだね。あ、本当に？あ、よかったよかった。どう？こっちの方が全然いいかな。低画質モードっていうのは、ほら、リスナーさんが、Wi-Fi とかのギガ数があんまりいかないようにするモードだから、画質を下げてるモードだ。リスナーさんの、なんつうの、ビットレートを下げてるっていうか、まあ、こっちの方がいい。OK、OK。結構出力出してるけどね。結構出力、高出力で出してるわ。まあまあ、いいかもしんないね、これね。で、いろいろ試してみるか、普段の。例えば YouTube をキャプチャー。いや、別にのりこが映り込んだらダメとかじゃなくて、みんながうるさいし、一回ね、のりこがおっぱい出したってバンになったことあるんだよね。YouTube のチェックいこうか。YouTube は見れるね。
こっちの方がいいよね。ここに映した方が。こうやったら見てる感じになるもんね。こっちの方がいいよね。 YouTube をもう少し大きくしようか。この辺って感じかな。こんな感じ。これくらいまでいけるか。カメラは変えてない。設定を変えた。カメラは変えてないよ。こんな感じか、うん、こうするとみんなと一緒に見てる感じにならない。どう、こんな感じでどうすかね。みんなと一緒になんかモニターチェックしてる感じ出るよね。綺麗で見やすい。あ、ありがとうエデンさん。ワード2いいんじゃないかな。悪くない。設定だよ。だからいつも言ってるけど、カメラを高いものを使ってもオーバースペックなのね。簡単に言うとオーバースペックって言って、使いこなさないと意味がない。要はね、正直言うとね、うん、2万円ぐらいのカメラを使いこなせてる人って少ないよ。で、普段のセッティングが、電気ちょっと消すよ。いい？こういう設定か。まあ悪くないと思うんだよね。照明のね、位置も変えたんだ。ピンスポットが俺に当たるようになってるから。これ切ると真っ暗になるはずなんだよね。うん。あ、いいね。結構、裸電球一発でここまで出るね。全然いいわ。いい感じですね。で、今度はプレゼンテーションのやるとき、ペイントを出そう。OBS の設定だね、簡単に言うと。かなりいじくった。で、ペイントでなんかやってみるか。普段はさ、今まではこういう風にやってたじゃん。あ、いいね、いいね。ちょうどいいね。いいじゃん。悪くないような気がするけど、簡単に言うと、要はね、ちょっと専門的な知識が必要になるね。これをやろうとするんなら。どういうことかっていうと、映像をどういうふうに作ってるのかっていう概念が入ってないとわからないんだよ、これ。で、これがこういうふうにできるんだよね。便利でしょ？真っ白？何が真っ白なの？ごめん、何が真っ白か分かんない。いいでしょう、こういう風にできる。
これで文字読めるのかな。これだとちょっと小さいかな。どうなんだろう。蚊取り線香つけるわ。小映えっつうか蚊取り線香あったっけな。真っ白じゃないでしょ。見えてるでしょ。見えてるはずなんだけどな。あ、いい匂い。蚊取り線香。蚊取り線香いいね。で、まあプレゼンテーションの方は OK かな。見えてる？ノンラブ見えてるよね。大丈夫だよね。もできると。で今度は YouTube 確認した。解放も見えてる解放大丈夫かな。解放見えてるかどうか結構大事なところなんだけど。高画質解放大丈夫。どう解放見えてる鼻からも見えてる。あーよかった。いいねー。いいじゃん。だいぶやりやすくなるよ。あとは部屋を片すだけだな。この辺がごちゃごちゃしてるから、この辺をきれいにするとだいぶかっこいいんじゃないの。よかったよかった。いい感じですな。部屋を整理しようと思って蚊が入ったな。で、あとは何だろう。左の隅にワイプ画面が見えなかった。これってこと？左の隅ワイプ画面が見えない。説明。この文字が見づらかったってこと？これな、どうしようかな。黒ベースで作ってるから これが見えづらいってことね。こっち画面にすると。なるほど。デフォルトの設定とか変えられるのかな。ちょっと待ってね。デフォルトの設定を、デフォルト多分ね、分かった。こうすればいいんだ。いくよ。これをこうすればいいんだな。あれ、これ黒にするとやりづらいな。どうすればいいんだろう。
取っちゃうとこうなるから。ガムありがとう、アイテムありがとう。こうしたら多分見えやすくなるんだよね、みんなからすると。多分そうだよねっていう意味だと思うんだけど、うん、これで白い文字でプレゼンするようにすれば、うん、こういうことでしょ。今度からこれでプレゼンすればいいんだよね。文字をね、赤にしたらいいんだけど、チカチカするかなとか思って。そうなんだよね、赤文字はありだね、赤文字ありだね。確かに確かに。ていうかカウマさん久しぶりじゃない？なんか最近見なかった記憶がある。浮気してたの？ダメだよ、許されないよ。かわいいかわいいワドちゃんを差し置いて、うん、はいこんばんは。悪くないな、悪くないね。はいワドツー、たくみさんいらっしゃい。いいんじゃない、悪くないよね。うん、悪くない気がするけど、黒だとね、やっぱコメントが抜けるよね。いいよね、綺麗に抜けるから。そういいんだよ、この辺かな。だからね、バランスを作るってすごい大事なんだよね。整えるのがすごい難しい。はい、こんにちは。こんにちは読めてんの？これはこれは見えてんの？スマホ税はこれ、この黒いところに書いてあるこんにちは、どうなん？ギリギリ認識できるかどうかぐらいかな。どうなんだろう。全然見えるんだ、すげえな。全然見えるレベルなんだ。じゃあ全然やりやすいね、このサイズで全然いけるんならありだわ。めっちゃ綺麗に見えるんだ、すげえな、はっきりレベル。いいね、なるほど。見えるんだ、いいね、使えるな。あとは作り込まなきゃいけないところどこだ。あ
とは部屋を片すっていう根本的な問題だな。根本的な人としての部分ができてないって。映像は作り込めた、なかなかいい感じになったね。音は綺麗でしょ。音は相変わらずいい。音、音声問題なし、映像問題なし、いいね。あと今考えてるの、もう一発カメラ入れるかどうかを迷ってんだよな。どうしようかな。サブカメラを使うかどうかで迷ってる。どうしよう。サブカメいるかな。テレビじゃないからいらないよね、配信サブカメ。迷うな。メインカメラの角度こっちにしようと思ってんのよ。メインカメラはこっちにしようと思ってて、サブカメどうすっかな。サブカメいる？いる？サブカメつけてみる。サブカメを導入するとなると、サブカメつけるか。じゃあサブカメのセッティングするわ。じゃあサブカメラ、そうなんだよね。雑談配信、まあまあ映像こだわってもいいかなとは思ってるんだけど、ワイプのことじゃないよサブカメって。要はまあ論より証拠っつうかな、見せた方が早い。この資料をね、後で破棄しないと。サブカメ、あれサブカメラどこだ。サブカメラがないな。あれサブカメラがない。マルカメって言うんだ。拾いづらいわそれ。サブカメラ起動すっか。じゃあサブカメラがあるとですね、こういうことができるようになるというのね。皆さんにお伝えします。画面はこういうことになりますね。ちょっと待って、ね、サブカメラを起動するとですね、サブカメラき、え、使われてる、どういうこと。待って、メインカメラ、メインカメラ終了が、あ、そういうことか。ということはこれあれだ。ちょっと待って、ね、
押して、こういうことになるんですよ。ダンカンさんのツーショット写真あるよ。ツイッターにあげたよ。あるあるある。ダンカンさんあるよ。あるある。こういうことができるようになります。こういう感じ、こういうことができる。何の意味があるのっていう何も意味ないでしょ、うん、なんかある。サブカメラいるかこれいるかこれはい、ではこちらのシーンご覧ください。お前かってなるだけな。いる？いらなくね？抜けてないな、ちゃんと。いらなくねえか、これ。これ本当は部屋が広かったりすると台所とか全部切り替えられるんだよ。ありがとう、嬉しいこと言うねルナ。いやだから正面の方が好きとかよく言う人いるじゃん。そういう人には効果的だけど、正面から見せてとかね。あ、俺ビジュアルで売ってないかんな。誰も求めてないでしょ俺のアップは。ちょっとセッティングに時間かかるよ。そうそう、好みがあるから斜めがいいとかなんとかっつうのは、これ若い好みの問題なんだよ。どっちが正解とかない別に。だそれ、そういう両方のニーズを答えることはできるよね。窓を正面から見たい、窓を斜めからって言われたら、はいはい斜めから窓2ってこうやってできるし、あ正面見せてよ窓2、はい分かったよって、こういうことはできるようになるね。ただそれだけいるこの機能つけとく一応。だから例えば釈迦とかにピンポイントでカメラ仕込んでおいて、釈迦見たいって言ったらこうカメラを切り替えて釈迦だよとかはありだと思うけど、プって感じだよね本当、うん、でもまあ悪くはないよね。テレビ的になるよね。テレビはあのこれをパッパって切り替えるんだけど、俺はゆっくりが好きなのね。こう切り替わっていくのはふわーっと切り替わるのが好きだけど、ふわーっとね。これもちょっと直させてね。
ップって言わないで。スノンラバアップになって申し訳ない。こうか。これで綺麗になる。サムネかわいいね、ノンラブね。よし、こんな感じか。うん、いいんじゃない、うん、うまくできてるね。いいんじゃないかな。なんかでもこっちのカメラやっぱ画角が狭いね。普段気づかなかったけどアップに見える。新しいカメラの方が使いやすいな俺は。いいんじゃないかな。女の子の配信とかだとね、これすごい重要なんだけどね、顔を寄せたりとか。マニアックな人向けだね。そうだね。マニアック配信。角度によって顔変わるね。みんなもそうだよ。よくさ、写真この辺から撮ると私漏れてないとか、私こんな顔してたのってなるじゃん。もう俺らは慣れてるから、もう見慣れてるけど、顔変わる？そんな変わんないと思うんだけど、顔変わるかな。だからみんなはこの絵で見慣れてるというか、これはねロジクールっていうカメラの900番台とブリオを使ってる。2つ使ってるね。だからカメラの台数が増えれば増えるほどいろんな角度から撮れるんだよ。掃除大変よ。ただ汚いだけなんだけどね。今片しながらちょっと遊んでたの。部屋掃除して照明の位置を変えて、そうアプリ使わないとブッサイク。俺はお前アプリ使わないとブッサイクなんじゃなくて、現実がブッサイクなんじゃないの。ギャー怒んないでよ。ちょそう、アプリ使ったら綺麗になるんじゃなくて、現実がブサイクなんでしょ。やめよう。敵が増える、敵が増えるわ、うん、そう誰かが怒る。これ以上敵を増やしたくない。あ、そうだそうだ、 T シャツの打ち合わせも行ってきたんだけど、なんかね、T シャツの件なんだけど、XL までは無料でできた。で XXL とか XXXL、 3XL とかはいくら高くなるんだ、500円高くなるって。誰かさ、 T シャツ買う人で今ね、SMLXL までは5000円で、 XXL とか特殊なサイズが欲しい人は早めに言ってもらいたい。500円増しで販売できる、5500円で販売できる。要はプリントがその分小さくなっちゃうんだけどね。要は S のサイズのプリントと XXL のプリントのサイズ半が一緒だから、要は引き伸ばすことはできないんだけど、サイズ自体はでかくできる。どう？いる？ XX とかでっかいサイズ欲しい人、もしいたらそれ特別発注しておくけど。 OBS だねこれは。エンコーディングしてるソフトは、そう、もしいたら声かけてね。 XXL とか欲しい人、いないよね。大丈夫だよね。もしね、みんなね、ふわっちチップスの無料アイテムもし持ってる人がいたらよろしくお願いします。
フワッチップスっていうイベントをやっていて、10位に選ばれるとね、和道の写真がカードになるんでね、ぜひみんなで応援してください。僕ちょっとフワッチップスカードになりたいんで、限定アイテムください、よろしくお願いします。今日はね、のんちゃんの豚の角煮丼だね。カメラこれでいくか。この2発バランス良さそうだな。はい、ワード2、守護神さんいらっしゃい。こっちの方がカメラ映りよく見えるな。なんでなんだろうな。こっちの方が高性能なはずなんだけどな。なんでなんだろう。ここは不思議だよな。謎の現象が起こってる。あ、ここもないんだ。買わないと。ねえ、スケさんがこっちに移動したんだ。スケルトンのスケさんこっちある。ありがとう、メアリーラブー、ふわチョコありがとう。CPU も問題ないな。バランスいいんだな。これでいこう。はい、こんばんは。ナウヨロさんいらっしゃい。こんばんは。ありがとう、アイテムありがとう。サンキュー。アイテムありがとう。じゃあ今日おでこ出してんのよ。今日ジェル塗ってんの。そう、パリパリしてるでしょ。あ、おでこ出してる。今日いいのよ、もう32なんだから。みん、あ、33か。もうさ、おでこ広いですよ、人よりも。でもこんなもんじゃないの。八作さんいらっしゃい。みんな生えて、そんなふさふさ、こんなもんじゃないの ?30 代って。どうなの?鼻は高い方かもね。うん。鼻はね、自分より鼻の高い人見たことないぐらい高いよ。高いでしょ?鼻。セサミストリートって言われてたからね、小学校の時。セサミストリートにお前出てるよねって。いや、出てないっす。みたいな。何セサミストリートに出てるって。聞いたことないんだけどっていう、うん、こっちの画面だとのりっこはこの辺から。のんちゃん手振っていた。大丈夫かな、映んないかな。のんちゃんわかんないね。そこにいて、顔どこだ、動いて、ん、わかんないね。こっち側からだと手振って。大丈夫だね、うまく隠れてるね。のりっこ大丈夫だわ。お前の顔はっきり言っていいよ、全然全然いいよ。てかもう言われ慣れてるから無駄だよ、聞かないよ。もう何言われるか大体想像つくから。新しいのちょうだい、新しいの。キモい、俺そんな顔キモいか。妻夫木聡か小田切譲とトントンぐらいだと思ってるけど、ジュノンボーイ、ギリギリジュノンボーイで通用するぐらいの顔。まあ、竹野内豊はちょっと勝てないかな。
竹の内に部がある、まあ小田切女王クラスの顔でいいよ。なんかのんちゃんジュース飲みたくない？ジュース、うん。いやなんか喉めちゃめちゃ乾く。あのさ、ポット洗ってお茶作ってもらうことできる？サンキュー、うん、ポテトヘッドも言われたな、ミスターポテトヘッド、あのトイストーリーね。でも自分の顔そんな嫌いじゃないけどね、うん。正直ナルシストだからなる、うん、そうそうそう、スラムダンクで言うとルカワカエで、ドラゴンボールで言うとトランクス、ナルトで言うところのなんだっけ、カカシ先生、そのポジションだね、うん、あの漫画で言うなら、うん、しょうがないこればっかりは。はい、渡辺さんこんばんは、おかえり、今日も頑張ったね。そういうポジションで今までやってきたのね俺は。薩摩隼人の家系、薩摩隼人って誰だろう、薩摩隼人って誰かわかんない、島津家だよ、分家だよ、でも本家じゃないよ。薩摩隼人って誰だろう、薩摩隼人って誰だ。まあ薩摩って名乗ってるってことは、薩摩隼人とは薩摩に住んでいた隼人一族が、素晴らしいこと、薩摩出身の、あ違う、薩摩出身の薩摩の血筋じゃなくて、この人が仕えてた殿様の家系恋薩摩隼人の上司西郷隆盛の上司だから、篤姫とかと同じ家系。篤姫はわかるでしょ、うん、この枠この後もやるね今日は。なんでジュオンボーイじゃない、ジュノンボーイ、うん、全部間違えてる、うん、なんでジュオンボーイって貞子の友達か、そうそう、成明の直系、成明の直系だよ俺は、うん、後で来て、はいよ、うん、成明系だね、成明系男子、成明見るとね似てるって言われるから、見る？すごい似てるよ。ご先祖さんを見る？うん、待ってね、あ、これサブか、使い方間違えてんな、うん、これかな、似てるでしょほら私の T シャツもオーダー入っておりますか、私が誰だか分かんないからちょっと待って、そう、鼻筋やっぱ通ってるんでしょ、そうそうそう、そっくりでしょこんな顔でしょこんな顔鼻がクリソツだよね、こんな顔、こんな顔だね、うんうん、お茶ありがとう、サンキュー、洗ったこれよく、うん、ほったらかしてたから、うん、成明笑わせようなと、お前打ち首にするぞこの野郎、農民風情が打ち首だよ打ち首、うん、ありがとうございます、花火ありがとう、私の T シャツ
私の T シャツは誰の T シャツだろうな。入ってるよ。サイズ何がいい？サイズが今日打ち合わせてきたんだけど、XS と SMLXL までは5000円。ただ、XXL と XXXL は500円増しになる。要は特別な発注かけないといけないから、もうそれは早めに言ってもらわないと無理。買う人は後から XXL ありますかっつっても無理。作らないとダメ。もし買う人いたら LINE とかに連絡ちょうだい。先に特注で500円増しでっつって、まあ XL まで入る人はまあ問題ないね。なんで犯罪者キッスの？全然そんなことないよ。俺ていうか自分が前科者になるなんか想像してなかったからね。めちゃめちゃ温厚な性格だから。前科3犯だよ。立派だろ立派かどうかわかんないけど立派な犯罪者だから。うん。わけわかめ？T シャツのボディはまだ完成してない。5日までにあのデータ入稿。今日データ入稿したのは、バックフラップっていう、ちょっと待ってね。バックフラップじゃなくて、なんつうんだっけな。バックドロップだ。バックドロップっていうのを今日は作った。バンドマンとかが後ろに掲げるやつなんだけど、違う。これプロレスのバックドロップ。違うよ。バックなんだっけ。バンド、バックドロップっていうはずなんだよな。バンドかな。これプロレスの技。こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ作ってきた。わかる？ライブとかさ、あのバックドロップって言うんだけど、後ろに幕を張るの。あのライブ出るときにこういうのバックドロップって言うんだけど、いいでしょ。これを作ってきたね今日。旗、自分の旗を掲げてバンド演奏するの、バンドマンって。これ作ってきたよ、うん。動画放送これじゃないな。コメントビューはメインか。これキャプチャーだよな。動画再放送、あれ画面キャプチャーなかったっけな。いつも何やってたっけ。なんか消えてるなこれ。あれ消した俺。ちょっと待ってね。なんかね、消えてるな。追加するわ。画面キャプチャー。あ、消えてる。画面キャプチャー。あ、これじゃない。なんで消えてんだろう。ちょっと調整します。すいません。テストワークなんで許してね。グッとね、こうやってやって。グッと。いいかな。画面キャプチャーでコメントビュアー再選列。これで、これでいいか。はい、こんばんは。いらっしゃい。こういうバックドロップ結構高いんだよね。ベビーメタルのデザインかっこいいな。配信者を見てると前科なんて当たり前と思う感覚になる不思議。ダメだよそれは。前科は悪いことなんだから。ただいつまでも何年も前のことをぐち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 言われると、それってダメなことなのね。
実は罪と罰っていう概念っていうのを勉強しないといけなくて、刑罰を償ったら一般人として扱わないといけないのよ。で、本人が嫌がってるのに過去の刑罰を言うことは実は名誉毀損に値するのね。だからそっちの方が犯罪の。だから悪いことやったらダメだけど、罪を償った人の悪口は言っちゃいけないんだよ。ないと法治国家として成り立たないから。アイテムありがとう。それは覚えておくといいよ。犯罪者を擁護するつもりはないけど、俺は。ただ犯罪者に対して犯罪で対抗するのはダメだよね。T シャツのね、販売はね、捨て頃の物販が先行販売。まず、捨て頃の物販で、こう、売り始めて、先行販売して現場に来た人。で、その人たちが、まず T シャツ着て応援してもらって、で、その後に、ウェブで30枚限定で、額は後退し続けてるんじゃないですね。僕が前に進みまくってるんで、はい。しょうがないんです。髪の毛がついてこないだけなんで。YouTube の方は全然儲かってないね。YouTube の方は儲かってない。画質ね、上げた。出力。で、今、リスナーさんのアドバイスをもとにいろんなセッティングを変えて、サブカメラを導入したね。こういうふうに。ガムプレゼント999倍？風船ガムありがとう。すごいね。いや、だって、正面から見たいリスナーさんと、こう、引きで見たいリスナーさん。引きで見たい人からのアップで見たい人。引き。これをやっぱ楽しんでもらいたいよね。正面から見たい人はこっちだよ。さりげなくだよね。やばい、俺クラスになるとこういうことができるから。画質をちょっとガッと上げたね。ガッと。頭頂部？頭頂部見せよう。見せろ。頭頂部、はい。頭頂部から来てないよ、俺。ほら。頭頂部平気系男子だから。前からやってくんだよ、奴らは。奴らはいつも前から襲ってくんの。俺の場合は。後ろから来ない。卑怯者とは戦ってないから。正々堂々前から攻撃を受けてるから。ああ、フワチョコありがとう、みゆちゃん。同性だと引きの方がいいよね。下からって何？風船ガムプレゼントありがとう。何？カメラの角度。今上から撮ってるね。じゃあ、それ、スタンド持ってなかったからだよ。成明に感謝って。 文鳥買ってきた。挿絵だ。いいね。鳥かご買った？鳥かご。文鳥買っちゃった。何買ったの？白文鳥。ああ、文鳥の世界へようこそ。いいよ、文鳥は。長生きするといいね。どう、手のひらに乗る？スターターセット。とりあえずね、カゴから飛び出すようになったら気をつけて。踏んづけるから。飛べる前で、カゴからぴょんぴょん飛び出す時があるの、遊びたいっつって。それで踏み潰すから、本当に気をつけて。手のひらに乗るんだったらもう今のうちだよ。もうで、ゆっくりフェザータッチってよく言うけど、こうやって撫でてあげるとすごく目細めると気持ちいい合図だから。質問どうぞ。目細めんの。こう膜をこうやって閉じて。それ気持ちいいよって、こうゆっくり触ってあげて、優しく。難しいんだけど。今、もうどれだけコミュニケーション取るかでも、今後の対応が全然変わる。
で名前を決めたらもう必ずずっと呼んであげること、餌あげる前、何かの時ピッて鳴いたらだんだん鳥言語が分かるようになるから、強くピッピッて強く鳴いたら呼んでるの、豆さん豆さんって呼んでるから、あのね、今本当にもう擦り込みだよ。で手のひら噛んできても絶対その強く当たらないことダメだよっていう、あのね、鳥は本当デリケートだから、いいね、文鳥の世界に来てしまったか。うちのリスナーさん文鳥飼ってる人多いかんね。初めて水浴びした時とか感動するよ、うん、もうほんと最初の時で、今度成長期に入ると思春期みたいにイライラしてガブガブ噛むんだけど、今ペコがそうなんだけど、そこは今度再教育でしつけが必要なのね。今度飛びたい遊びたい噛みたいに変わるから、まあ最初のうちは大丈夫だよ。また分かんないことあったら聞いてよ。理想はだからもう釈迦みたいにもうくっついて離れないのが理想だよね。うん、全然全然コメントで。エルビンこんばんは。お昼ね、弁当食ったね。スーパーで買い物して弁当買って、あと焼き鳥2本食ったかな。弁当と焼き鳥2本で、今のんちゃん豚の角煮 と大根の角煮作ってる。豚と大根の角煮。はい、わこつタツノコさんいらっしゃい。風船ガムありがとう。辰野さんありがとう。つろぎさん、あーお亡くなりになったあの FC2 での方でしょ。どうなんだろうね、うつろぎさんね、女性の方だよね。俺は絡みないんだけど、あんまりあの亡くなっちゃったんじゃないかな。超高画質でしょ、超高画質無駄にこれが和道クオリティだ。自殺配信やっちゃったね、悲しいね。陰影がすごいのは照明だね、簡単に言うとね、あのスケさんが、スケルトンのスケさんがこの隙間に追いやられて、ここにここに照明を立ててたのね。これをねこっち側にしたの。ここにライトスタンドをかましてるモニターの横、簡単に言うとこうやって撮ってるね。こうやって、いや女優ライトに変えたの、ライトを。
こう向こうに置いとくとのんちゃんも眩しい、釈迦も眩しいから、女優ライトでこう上から撮ってる。そう、陰影がすごいのはそれね、こっち側からこう来てる、カメラの角度の裏から。ちょっと勉強してて、弾丸塾の時の照明とかの配置とかをね勉強してて、それでライトも本当は使い方いろいろあるんだけど、反射板みたいなのも使うのよ。ライトの後ろに反射板入れてライトを集約させるの。いろいろ勉強してる。ライト一つの使い方で全然違うからね。ライトのポジションを変えたり光のスピードとか計算してたよ。フワッチ本当の高画質は YouTube が半端じゃない。生放送で 4K 出せる。テレビ以上の企画なのね、 4K っていうのはすっごい。もうだからミュージシャンのライブとかも、本当なんかあるじゃん、ビルの電光掲示板みたいな、あれくらいの出力で出せるぐらいだね、本当の高画質。フワッチはね、どれくらいだろうな、ニコ生が一番ダメで、一番いいのは YouTube ライブ。ツイキャスの下かな。フワッチとツイキャスどっちが上だったかな、まあ、トントンぐらいだね。まあ携帯とかスマホで見る分には全然問題ないぐらい高画質に出せるよ。出力を下げてたのを上げたんですよ。バランスはだいぶ良くなってると思うね。今そうヌルヌルしないか、パソコンが止まらないか計算しながら、今度 CPU って言ってパソコンのスペックとの兼ね合いがあるから、今ちょっと喋りながら様子見てるんだよね。バランスが難しいの。本当はさ携帯配信だと iPhone とか Android の出力を計算して、カメラとかネットの速さ、プログラムをさ向こう側で作ってくれたの、フワッチ側だと。でもインターネットの場合はこっち側でいじれるのよ、高画質配信って言って。人を殺して罪を償って出てきても殺された家族は納得いかないです。うん、773ね、それはそうだよ。それは誰でもそう。俺も家族とか殺されたら納得いかないよ。ただ周りの人は別でしょっていう。違う？773。773と俺も同じ気持ち。ただ法治国家っていうのは、殺されたとしても罪を償った人を殺していいのかって話よ。どう思う？773、一人殺しました、何かがありました、背景が。で彼女は数年間服役してました、まあ彼でも彼女でもいいけど、シャバに出てきました、このあとこの人に対して犯罪行為を行ってはダメだよねっていうことを俺は指摘してんの。ダメでしょ。でそれ、犯罪を犯して殺してしまいました、交通事故でも殺人でも何でも。で家族は許せません、でも罪を償いました。でその後他の人が殺したら別じゃない？これ先進国で許されていい論理ではないの。俺が言ったのはそこ。ツイキャスでこんな綺麗なの見たことない。じゃあフワッチの方が高いのかな、ちょっと調べてみようか。ちょっと調べてみるよ。ツイキャス高画質、殺された人は帰ってこないよ、うん、あツイキャスはね超高画質だわ。今ツイキャスの方が高画質、うん、400fps ってフレームなんだけど、これは要は1秒間に60個画像を撮ることができて 6Mbps で、これね YouTube の次だね。 YouTube の次、これツイキャスはこれ半端じゃない、めちゃめちゃ綺麗。だから YouTube ライブ、ツイキャス、フワッチ、ニコ生の順番、めちゃめちゃ高画質だわ。
あ、これすごい。解像度、すごいわ。あ、とんでもない、とんでもない。まあ、これをやる意味があるのかとは思うけど、ツイキャス。ていうか、最近ツイキャス頑張ってるね。ツイキャスの録画を自動で YouTube の動画にアップロードするっていう機能を始めたで。素晴らしい。ちょっとトイレ行ってくるね。のんちゃん寝やすいでしょ。配信者がメジャーになれない。お、まあこれからなんじゃないの。なる人はなるっしょ。実力はある人はどんどん行くと思うよ。別に配信とはテレビとは違うからいいんじゃない。別にメジャーにならなくてもサブカルで。相手、大切な人が殺されたら相手のことをどう思いますか？いや、俺は憎むよ。絶対許さないよ。争いは争いしか生まないから、誰かが争いを止めるしかない。悔しいけどな。ねえ、みんなだって、ここにいる全員がそうだよ。大切な人が殺されたら悔しいでしょ。だけれども、だからといって侍の時代じゃないから、だったらその殺した相手を殺していいっていうのはおかしい論理だよ。その倫理観、道徳観っていうのを、なんで人間は培ってきたのかっていうと、進化をしてきたのかっていうと、その匿名さんが今言ってるけれども、争いは争いしか生まないからじゃん。その連鎖を止めるためでしょ。だから抑止力として人を殺したらダメですよっていう、その刑罰っていう概念が出てきてるわけなんですよ。だから感情論で物事を語ることもすごく重要なんだけれども、何のためにルールがあるのかっていう。ルールを守らなければ、結局感情論で、結局法律のない社会、もう殺し合いが肯定される社会になってしまうから、俺はそっちの方が愚かだと思う。死刑はね、反対か難しいよな。いや、俺は賛成派かな、どちらかっていうと。死刑は賛成派かもしれない。反対派ではないな。俺は賛成派よりかな。でも、反対、どちらかっていうと賛成派によりよりだと思ってる。おい、磯六さん、お疲れっす。久しぶり。どう、そっちは。いい感じ？俺が言ったのは、じゃあちゃんと説明するね。誤解がないように。ちょっと待って。ちゃんと説明するよ。ちょっと待って。いくよ。こういうのはしっかりやろうね。ぼちぼちって感じだ。いいね。メインカメラが起動しないのは何だ。あ、そういうことか。メインキャプチャーを下に下げてと。画面キャプチャーじゃない。
配信業とサブカラは全然違うと思うけど、配信自体はサブカラだと思ってる。A さんが言いますと、で B さんが言いますと、ね、じゃあこの人を殺してしまいましたと、この人が、うん、わかる？ OK、 ここまで。でこの人は刑務所に行きましたと。立場によってあの話が変わるっていう話なんだけど、ここの家族の人が、ここの家族の人が許されないっていう論理はわかるよ。こっち側の人間がね、この人のこと許せないっていうのはもうもちろんなんだけれども、全く関係のないこの人が、この人がね、この人殺したらどうよ。これはダメでしょって言ってんの、この人ね。こっち側の人がこの人を許せないのはわかるけど、全く関係ない世間がこの人を攻撃していいのかっていう概念、これはダメでしょ。俺が言ったのはこういうこと、わかった？それは違くないっていう、先進国の考え方じゃないでしょっていう。はい、こんばんは。刑罰をどう、死刑をどう認識しますか？見せしめなのか刑罰なのか、両方でしょ。見せしめでもあるよ。だって抑止力としての刑罰があるわけだから、両方ともあるよ、うん、刑罰っていう概念の中に抑止力は含まれてるから見せしめでしょ。だから犯罪を、例えばじゃあ法律なくして刑罰自体をなくしたら、だって犯罪だらけになっちゃうわけじゃん。初見さんいらっしゃい、ロックさん楽しんでって、うん、だからこれをこっち側の人が殺していいっていう論理の人は、そもそも法治国家の概念を理解してない。要はルール無用で OK って言ってるのとイコールだから、そこは冷静にねっていう。この人の感情論は俺も理解できる、この人が許せないっていう感情は理解できるけど、殺されてない全く端からの人間っていうのが、じゃあこの人を叩いても殺しても犯罪は犯罪で、あの犯して対抗していいっていう考え方は法治国家の概念ではないから、俺はそれを肯定する気はない、うん、感情論と社会システムの問題の話をしてるの。だから簡単に言うと、遺族側が許せないっていう気持ちは理解できる、俺も全く一緒だし、全員が全員一緒なので、この人ではない、家族とは関係ない、この人がこの人を殺していいっていう感情は別でしょって言ってるの俺は。これはただの殺人鬼なの。じゃこの人にも家族がいるんだから、この人にも大切な人がいる、要は俯瞰してみないとダメだよっていうことを言ってる俺は。カメラっていうかサブカメとかいろいろ遊んでますね、いろいろ変えてる、いろんな機能を使ってるね。つまりね、罪と罰っていう概念を理解しないとダメだよっていう。簡単に言うと、この人が刑期を終えた瞬間にこの人の罪は消えるっていうのが法治国家の基本的な概念の。社会的制裁は刑罰で与えるべきなの。で、それが納得いかないっていうなら法律を変えるべきなの。わかる？要はこの人の目線で全部を考えちゃうと社会システムがおかしくなりますよっていう。バックビュー、バックビューのりこだからダメだよ。この2つサブカメ今、うん、
バックビュー、プライベート空間の後ろから撮るってこと、俺のこと。別に3発目のカメラつければできるけど、バックビューいらない、後頭部、頭頂部が見えるだけだよ、うん。のんちゃん見たいのかな、うん。まあ俺が説明したのはそこだね。アイテムありがとうね。罪を憎んで人を憎まずが原則、うん。刑罰は抑止力を含んでいることは理解できます。でもそれは死刑としては行き過ぎた抑止力であって、刑罰をはるかに逸脱したものだと。なるほどね。まあ死刑反対論者の人んとね、まあ今度話じゃ変わろうか。死刑の話、なんで俺が死刑を理解できるのかっていう話にしようか。俺ね、ぶっちゃけた話で死刑反対派でも賛成派でもどちらでもないっていうか、どっちかっていうとまあ死刑でいいんじゃないかっていう論理っていうのは、無期懲役ってお金がかかるんですよ。で、犯罪を犯した人に対して、税金を投入するっていうのが嫌なのね。例えばこの図で言うとさ、ここの人を無期懲役にしましょうって言った時に、無期懲役ってコストが高いのよ。で、遺族側からしてもさ、殺したいっていう概念があるわけでしょ。俺はだから、そこまでルールを逸脱した人間は死刑でもいいんじゃないかなっていうのが俺の今のところの考え方。まあいろ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 な考え、対策法ってあるのよ。じゃあ刑期があるんだったらこの人を無期懲役にして、この人のそのなんつうの、安い労力で賄えるように民間の警察を管理する会社を、刑務所を管理する会社を作ろうとか、いろんな概念があるんだけど、俺は今のところ別に問題はないかなっていうふうに考えてるかな。ただそのビッグさんの言いたいこともわかる、正直。いやだからね、加害者、あのね、俺ベッキーの問題とか全部そうだと思ってるんだけど、あのね、ベッキーと誰々が浮気しました、でこの人奥さんが被害者です、でもベッキーを攻撃するのはいつも関係ない人間なんだよ。俺はこっちの人間が悪いやつだと思ってんのね。いや、怒っていいのは奥さんだけなの、浮気をされた場合。わかる？要は被害者でもないやつが被害者ぶったりとか誰かを攻撃してんの、これはただの犯罪者でしょって言ってんの。むしろベッキーが浮気したことによって俺らは得しかしてないわけだから、犯罪を犯したやつに罪の重さを分からせるっていうのと、犯罪を犯さない国民に犯罪を犯したらこうなりますよっていう2つの要素があるっていう話をさっきし、そう、いや罪を償うっていう概念と、罪を犯したらこうなるっていう見せしめの概念の2つの概念があるのが刑罰だっていう認識、俺の。死刑にしないでもっと苦しめたい、拷問を与えるってことか。なんかすごい深い話になってきたな。例えばさ、ハンムラビ法典ってノリコ知ってる？あの目には、いやだからあのお前さ、演者ならここに来いよ。もうあのさ、切り替えて、あのスマホいじって、俺普段ヘッドホンしてるからいきなり、コメントでやって、あの参加するんならここに来いよ。ここに、そしたら楽だから。俺その都合のいい時だけ後ろから声を飛ばしてくんのやめろ、普通に初見さんとかびっくりするでしょ、リスナーが喋ったぞっつって。いや怖いでしょ、後ろから声飛んで初見、なん誰か、何ここの放送ってなるでしょ。まあいいや、ハンムラビ法典って実は残酷な法律だって思ってる人多くない？
目には目を、歯には歯をっていう、昔はとんでもない悪いことをやってましたっていう風に認識されてるでしょ。違うんだよ。半村美法典って、まあね、世界で最初の方にできた法律って言われてるけど、昔殺されちゃった数、殺した人をもっと大虐殺とかもっと拷問かけてたでしょ。だから手を切った人は手を切るっていう、実は人間的なシステム、一番根幹のこれ以上やったらダメですよっていう法律ができたのが半村美法典の、人間らしさの実は最初の方にある根幹にある法律なんだよ。風船ありがとう。終身刑が日本でありき、どういうこと？日本語が分かんない。タニス、俺は終身刑が日本でありきだと思うって何、どういうこと？俺は終身刑が日本でありきだと思う。俺なのか、主語が俺なのか終身刑なのかがまず俺はわからない。で、日本でありきだと思うっていう単語が意味がわからないんだけど、どういうこと？俺なの？終身刑がなの？俺は終身刑が日本でありきだと思うっていう日本語、誰か理解できます？どういうこと？俺だけ？何？俺は終身刑が日本でありき？何言ってんの？自分でわかる？タニスさん、何言ってるか。俺は終身刑が日本でありきだと思うよって言われて、そうなんだってなる？何が言いたいの？なんか全然わかんないんだけど、どういうこと？死刑は死ぬ瞬間が罰だから執行までは緩いって本当かな？緩いどころか何もしない。簡単に言うと、労働っていう概念ない。死刑囚っていうのは、まず警察、刑務所に行かないっていうことを知らないの、普通の人は。留置所に、留置所じゃない、拘置所にいるんだよ、刑務所の前。だから緩いどころかずっと牢屋の中で待ってるだけで、ご飯を与え続けるので、ある日突然殺すの。これが死刑。終身刑が日本でないことが問題だと思う。無期懲役あるけど、タニスさん勉強しよう。日本には無期懲役ありますけど終身刑あるからバカすぎるもうね、議論に参加していいけど、喋って無知を、さ、なんでその終身刑あるからあるよって突っ込まれちゃってる。あります？無期懲役、執行まで緩いんじゃなくて刑罰がない。厳密に言うとフグセンさん、刑を与えない、だから刑っていう概念がないから、差し入れ OK、 食い物を自便 OK、 何やってても OK の、本読んでても執筆活動しても、日本の終身刑は期限がないですよ。ただ目安としてこれくらいで出るだろうっていうのは言われてるじゃん。あれ伸びてるんだよ。知らないでしょ、ミースケ。俺結構調べてるから。終身刑実はね、昔は人殺して無期懲役になっても10年とかで出れたとか言うじゃん。全然伸びてる。30年とか余裕で入ってる人いる。だから期限は実質ないんだよ。見直されてる。だから人殺したら重いよ。マリルボーンガムありがとう。アイテムありがとう。だからさっきも言ったけど、本当の意味での終身刑をやるんだったらみんなの税金でやるんだよ。それでみんなが納得するんだったら俺は乗っかるけど、俺は今の日本の仕組みだったら終身刑は反対派。なんでかって言ったら金食うだけだから。アメリカみたいに経済活動ができるんだったらいいよ。民間の企業が入って労働させて安い雇用で働かせるって、テレフォンアポインターとかさせるんだったらいいよ。プログラムとか開発させるんだったらいいよ。
便所さんの打ち上げ？あ、行かない。うん、おごり行かないよ。天下さんいらっしゃい。うん。そうそうそう。終身刑っていうか、その罪と罰から、罪と罰の概念を入って、罪を償ったら、じゃあ何やってもいいのかっていう話をして、じゃあ死刑ってどうなのっていう話になって、で、今終身刑か。うん。ありがとう、今月もファイト。花火ありがとう。特命さんありがとうございます。アイテムありがとうね。ありがとうございます。頑張ります。サンキュー。うん、無期懲役と終身刑一緒でしょ。いやだから厳密に言うと日本の無期懲役っていう概念は終身刑なんだよ。ただ御社とかの概念とかで出れるっていうことでしょ。わかるよ言ってる意味は。ただ終身刑なんだよ無期懲役は。うん、だから実用したいってことでしょ。いや本当に刑務所でもアメリカにもないからね。そんなこと言うんだったらアメリカにもないよ。うん、僕は自分のことで精一杯そこまで考えられないかな。あー、なるほど。でも考えないといけないことだと俺は思うけどね。考えないといけないことだと思う。年号が変わると御社があるけど今回はどうなるかな。あるよ毎回ある。天皇年号変わる、誰かが結婚するとか刑期が短くなるからあるよ日本は。だから神道の国なんだなっていうのを刑務所入ると実感するらしいよね。メダリストには一体感を覚えようとするのに犯罪者は切り離す共同体って弱くないか。うん、 YouTube にあろう和道さんの AG03 の使い方参考にして今日無事同じ AG03 買いました。ありがとう。ああとんでもないロクさん嬉しいです。なんか機材のことでまたねアップロードを頑張っていくんで嬉しかったです。ね、機材とかカメラとか OBS とかいろんな使い方とかなんかこうこれから配信始める人に動画作ってもありなのかななんて思ってるね。最近はTwitterの使い方講座とかやって好評だったかな。もう超ド素人全くウェブのことわかんない人が使う Twitter 講座みたいなこの前やってですげえ好評だった、うん、サンキューちゃんありがとう。アイテムありがとう。もしよかったらね無料アイテム配られてるんで投げる人いなかったら僕に投げてください。よろしく。限定アイテムも募集してます。AG03 いいね。これはヤマハが開発してるんだけどヤマハ頑張ってるね。時代に沿ってるアイテムをちゃんと開発してる会社は伸びるよ。それは実質ってことでしょ。だからその16年っていうのが伸びてるのよ。73メガホンありがとう。ああ、全然コメントで書いてもらったら。もしよかったら6さんフォローして。うん。フォロワーが増えるのが励みになるんでね。ぜひフォローしてください。ペンペンガムありがとう。何でもねそのために5年間踏ん張ってきたんでこれからいろんなね力ある配信者がどんどん参入してきてくれたら嬉しいなと思ってるんで。そうそう、あくまでねこの放送はフォロワーさんのための放送だからね。俺は世界がどうなろうが知ったことないよ。フォロワーさん最優先だから。佐野は増えるたびにハゲるフォロワーが。全盛期のフォロワーいないでしょもう。オワコンだからね。絵に描いたようなオワコンだからね。オワコンでも面白いの佐野だけだと思うけど。それすごいことだよね。終わっても面白いんだよ。なかなかいないよ。
まあそろそろじゃないの。そろそろ時期だよね。俺もそろそろ一つの時代が終わりそうな気がする。そういうコメント大事。そういうモチベーション上げるの大事。俺のそういうコメントを欲していた。あでもあれだよね、プレゼンテーションのさポイントあるじゃん、あれでこうピッてボタン押してスイッチングしたいよね。スティーブ・ジョブズみたいピッて。しかもこのピを強調するんじゃなくて、このピをさりげなくこうやって動きと連動させたい、ピッて、こちらをご覧くださいみたいな。、うん、モニターから離れないで。あーチャーハンパラパラは俺も強いよ。俺じゃあやっていい、チャーハンパラパラ講座。キラコメやって、佐野に対抗してさチャーハンパラパラ講座やっていい、聞きたい俺の。聞く、みんな。年号を3つまたぐと年を感じる。え、3つまたぐことある？え、スズメさんってえ3つまたぐ？昭和平成2つまたいだんじゃないの、3つなんか。昭和、あ、どうも。え、来年さ、うん、もう1個増える、来年増える。あ、いやだから2つをまたいだんじゃないの。まあいいや、アスペが出てる。じゃあ俺のチャーハン講座、フリーランスさん風船ありがとう。まずよ、おい、火力だよ。あ、いや一般のよ、家庭はよ IH とかだろ。あ、違うんだよ、お前よ料理屋でよ、お前うまいだろ、パラッパラだろ。なあ、火が違うから。あ、お前よ、だってよ中華鍋見てみろよ、お前すげえから。で家庭のよ赤いんだよ、火が青ブルー、あもうパン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 いくから、こうやってカン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 、これだよ。でこんな感じだったんでしょ。違うのかな。あのね、チャーハンをパラッパラに炒めるっていうのは2つの概念があって、そのお米のでんぷん質っていうのを卵と油なのよ。でそこってね、火力とスピードなので、もう圧倒的に火力が違う。で鉄板をどれだけ叩くかな、振るかな、鍋を。そうでバーって、まあ、だからスピード勝負なんだよね。だから俺のチャーハンやばいよ、多分配信会で、まあ、トップクラスにうまいチャーハン作るね。ナンバさんありがとう、アイテム。家庭ではね、うまいのを作るんだったらキンキンに温めるね。キンキンのカンカンにフライパン温める。鉄のフライパンじゃないとダメだよ、テフロンはもうすぐダメになるから。鉄のフライパンで油引いて、まあごま油引いてキンキンに熱して、もう煙上がるぐらいの状態で、まず卵落として一瞬で米で、もうそっから振る振る振るだね、叩く振る叩く振る、うん、火力だから。火力じゃねえんだよパータローがっつって。だからダメなんだよあの人。うん、べちゃってしたの食べたくならないね。うん、お母さんチャーハンでしょ、あれ最悪だよ本当に。てかね、日本のお米はまず向いてないのよ。タイ米とかで作るとうまいんだけどね、水分を含まないから、うん、チャンピンにチャーハン、あいつダメ、味覚音痴だから。チャンピンはほんとダメ。子供の頃うまいもん食ってなかったんだろうな多分な。値段が高いものがうまいと思ってるからあいつは。卵を最初に混ぜとくとパラパラになるっていうね。あんとね、厳密に言うと卵を引いてそこにご飯投入して混ぜ、あのね、コーティングするの。卵で米を包むの。だからその火が通る前の半熟の卵にご飯入れて、もうバン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 回すの。
だから卵の固形物っていうよりも卵でご飯をコーティングするっていうイメージ。5キロ100円とか、うん、っていうかね、米騒動の時は日本米の中にブレンドされてたからね、タイ米が。だ昔だけどね、まあ昭和の世代の人は知ってると思うけど、俺は子供の頃経験してるけどさ、あれはうまかったよ、チャーハン。あとパエリアとかリゾットとかもうまくなるはずの、タイ米とかは水分、水っぽいものと合う。カレースープとかも合う。だターメリックライスとかカレーライスとかほとんどタイ米みたいな、ああいう長い米じゃん。日本の米は素で食うのがうまい。冷や飯を使うのはまあ間違ってないんだけど、火力が足りないから冷や飯を使うんだよな。いや、コーティングの時間が足りないから。でもフライパンが煙出るほどまで熱してってことは火力だってことじゃん。バカなんだよあいつ、科学が分かってない火力だよそれ。火力が足りないからフライパンに熱をして微熱でやるの。分かってねえな、ほんと佐野はダメ。ふかしてばっかりだから。あのね、俺がおすすめなのはね、あのラー油だね。普通にごま油とラー油で作るだけで全然うまいよ。ラードってバカなんじゃないの、ほんと豚バラ肉使っててさらにラードって、お前体悪くするわ。なんで冷やいご飯を使うかっていうと、だから時間が足りないから。要は水分が多いお米っていう、熱いご飯、炊きたてのご飯だとそれ以上水分が入らないからベチャベチャするのはそれなの。でも冷凍してあるご飯とかって、あの熱がこもってない、凍ってる状態でしょ。だからコーティングしやすいの、熱の伝導率を計算に入れてる。だから普通の中華屋さんはあの炊いた時間が経ってるお米バッて入れるよ、熱々の。そうそう、残りの冷やご飯とかを使ったりとか、冷凍したご飯をそのまま使ったりっていうのはパラパラになりやすいから。足の元はダメだよ。こんばんは、チャンメグ、いらっしゃい。味の素は何入れてもうまくなるからな。ていうかあれ店の味になっちゃうからダメだよ。でウェイパーとかも俺はあんま好きじゃない。要はあの添加物の味だから、うまいっていうよりもそのジャンクになるだけだからね、あんまり意味がない。ちょいちょいやるよちょっと楽しくなってきたね、尺が稼げるね、これだけで話の切り替わるタイミングでね、こうやってやるいいだろう。まあいや、うまいよ、うまいに決まってるじゃん。だってうまいものを、うまいと感じるものの添加物なんだから、それはうまいに決まってるじゃん。だけど結局店とかのうまいのって味の素をドバドバ入れてるからでしょ。体に悪いよ。俺だから、俺のばあちゃんね、やっぱね、あのちゃんと健康的な料理人だったから、町の小料理屋やってたから、味の素絶対使わないもん。必ずカツオと昆布で出しとってた、必ず取ってる。
だから邪道なんだよ。味の素使わないとうまいもん作れないってことはもうプロじゃねえから。そんなもん食いたかったらジャンクフード食ってろって話だよ。ダメだよ。ちゃんとした料理屋で味の素使う料理人なんかいないから。本出しもそう。はい、ワード2ロビー。久しぶりだね、ロビー。いらっしゃい。いらっしゃい。うん、顔が変ってなんだよ。うるせえ、ほっとけよ。なんだ、顔って。顔が変って。他に言い方あんだろ。うん、何が味の素はママの味だよ。料理じゃねえや、味の素なんかあんなもん。ああもうお前とは価値観が合わないタニシ。だからお前ダメなんだよ。味の素食ってっから貧乏なんだよ。お前とは根本で、だから味の素を押すやつとは、だからアンチばっかりだろ。鉄間とかよ、タニシとかよ、頭悪いよ。こんなのになり、味の素ばっか食ってっからこんなことになっちゃうんだよ。わかる、うん、無理だよ、お前らと。うん、花火ありがとう。痩せてないよ。痩せてない。ロケットありがとう。全然痩せてないよ。太ってる。今75キロ。走ってて体重増量してるの。だから顔がむくんでないから、痩せたように見えるんだよ。うん、これ良くない？カットイン。誰もやってないじゃん。うん、それいい？オッケー。じゃあ今度からこれ、それ用にしようか。うん。そうしよう。カットインって呼ぼう。エフェクトね。大事だよ。顔はシャープになったな。だからむくみが取れたからだよね。その、顎とかね。うん。風船ガムはやんない。群れアイテムはやんない。女性のファン喜ぶ。ファンしかいないから。男性のファン求めてないね。いや、かっこよすぎると笑っちゃうんだって。女の子ってそうなんだよ。本物のイケメンを見たら笑っちゃうんだ、恥ずかしくて。風船じゃやんない。うん、やんない。ダメ。花火以上。花火以上でやる。もう風船なんかこれでいいから。花火ありがとうっつって、あ、じゃあ風船ありがとうっつって雑でいくよ。風船ありがとうっつって、うん、そうしよう、うん、ちょっと解放だよね、うん、ありがとう。かっこいいね。さらっとした感じがかっこいいね。さらっとしててよかったね。うん、爽やかな感じ、うん。ロビーありがとう。え？お前自分の顔の評価で、ね、うん、何言ってるかわかんない。ナンバさんありがとう。うん、自分の顔の評価でいないんか。うん、らしくない。いやいや、もうやっぱりこれからはね、やっぱ女性陣に囲われていかないといけないから、うん、もう男性のおっさんのアンチとかも置き去りにしていく放送だからね。風船も投げたくなるぞ。うん、バーガーありがとう。ありがとう。ハートありがとう。うん、ちょっと止まってほしいの。間が欲しい。分かった。じゃあちょっと勉強しよう。いろんなパターンやらないとね。別に評価していいよ、全然。イヤホンで BGM
ほぼ聞こえない？音量が小さいんじゃないの？あんまり邪魔になるぐらいやりたくないな。ああ、停止停止停止。これだと邪魔になるな。うっすらかかってるかかってないぐらいがかっこいいね。うん。ボリューム最大にしたらね、いいんじゃない。別に評価は別にリスナーさんは自由にやっていいよ。っていうかまあ、ずっと他人の評価ばっかりやるのが仕事みたいなもんなんだから。でしょ？人がどうこうって。鏡見てみろよ。悲しくなるぞ、お前。50% って何？パーセンテージで人の顔を言うやつ初めて見たんだけど。評価って点数でやんじゃないの？なんで割合なの？お前バカすぎるだろ、タニシ。お前さ、小学生が吹き出すレベルだぞ。なんで割合で言ったの？何が 50%？ じゃあ何が 50% なんだよ。いや、50点だったらわかるよ。50% ってなんだよ。他の 50% 何でできてんだよ。バカ。パー太郎がよ、本当に。バカすぎるよ。いや、もう、失笑レベルでしょ。まあ、あいつバカだ、50% って言いやがったって。評価の意味が分かってねえよ、つって。はず。いい大人が。はず。50% だって。お前の顔 50% だなって。どんな顔で言ってんだろう。はず。言い直しちゃったよ。50点なとか言って。赤っ端にも程があるぞ。俺だったら恥ずかしくて生きていけねえよ。おめえみてえなバカに生まれたら。もうやめてやれよ、フグ戦。かわいそうだろ。やめてやれよ、お前。俺が徹底的に言ったんだから、お前。援護射撃入っちゃったよ。後ろから刺されてやんの。ほんとに。はい、アロイスいらっしゃい。こんばんは。だってお前のキモ、お前みたいなキモい人間にさ、好かれなくていいから。かわいい子が和道さんかっこいいって言ってんだから全然いいじゃん。お前さ、気持ち悪いお前みたいなのに好かれたくねえわ。全然いいよ、俺。女の子から和道さん素敵って言われたら俺はそれでいいから。ひがみだよな、ほんとに。メアリーラブ、あーそっか、パフェありがとう。でもそうでしょ、キモいおっさんにさ、お前顔悪いんだよ 50% だよっつって、風船ありがとう。そんなどうでもいいでしょ、お前が何パーセントなんだよ、お前の顔は。っていうかね、もうね、いい年こいて30超えて顔がとか言ってる時点でもうダメなんだよ。男は顔じゃねえから、生き様だから、男は生き様で、生き様が顔に出んだよ、花火ありがとう、分かってねえな、謎のカットインは入るでしょ、入るよ。カットインのため、このためだけに数万円のカメラとかパソコンとかをね、かこうどん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 やってるわけだから、やりますよ僕は。カットインのバリエーションも増やそうよ。はいはい、ハートありがとう。眩しい。
そうそうそう。なんだよ、タニシー。お前どんな顔して見てんだよ。おい、タニシー。お前のコメント待ってんだけど、タニシー。タニシーよ。早く来いよ。なあ、ハタありがとう。でも、顔がキモいっていうのはリスナーはみんな思ってると思うよ。お前と同じ考え方をみんながしてると思ってんじゃねえよ、バカが。アホだろ、お前。なあ。みんな俺のことかっこいいと思ってんの。わかる ?8 割方の女性リスナーは和道さん素敵って言って人が集まってんの。もちろん俺の顔、お前ね、2割の人間がお前と同じように俺に嫉妬して、まあ、収入でも負けてんだろ、労働時間でも負けてるんだろ。ここにいるほとんどの女性は和道さんって素敵だなって、こんな彼氏がいたらいいなと思ってここにいるんだよ、バカが。なあ、だからこうやって女性に囲われてんのが羨ましいんだろ。ざまあだよ。なあ、ざまあ。しょうもない。みんな、ワドニーだから。ワドニー。嫉妬嫉妬、うん。嫉妬だよ。みんなの憧れだから。もう女性ワドリスナーの憧れだから。俺は。ねえ、かっこいいよね。アロイスね。もっと言って。いや、アロイースが言ってんじゃねえかよ。和道さんかっこいいと思うって。素直になれよ。羨ましいんだろう。うん。しょうもねえ。なぜならばだよ。みーすけ、なぜならば。なぜならばって検索しておらん。検索つうか変換ね。やりたいことはわかる。なぜならばだから。覚えといて。ねえ、かっこよくて面白くて高収入で素敵じゃんね。風船ありがとう、うん、ちょ待って、解放もっとあれだな、解放もっとアップにしよう。よいしょどんな顔だよちょっと面白い、この画像やっぱどんな顔、アップにすると際立つよな、やっぱな。解放いい味出してるよなアップにすると破壊力が全然変わるな。こっちの方がいいな、うん、こっちの方がいいじゃんどんな顔でどうしたらこんな表情になるんだいや、この写真パーフェクトなんだよね。いや、壁紙にいいでしょ。 iPhone 待ち受けにも最高だよね。うん、和道の仮面かぶって嫁抱いた。嫁大歓喜だよね。うん、あ、了解。いいやよ。あれいいよね。うん、いや、これは、いや、撮るでしょ。どん、もっと寄せたいな。もっと寄せよう。解放からクレーム来そうで怖いんだよな。うん、まあ、一家弟子だからな。うん、大丈夫でしょ。そうそう、目がいいんだよ。解放こんなキャラじゃないじゃん。どうしたらこんな顔になるんだよな。うん、いや、色、もうなんか色の突っ込みどころが多いんだよね、やっぱ。やっぱ才能だよね、解放の。すげえ、俺こんな写真撮れないもん。なんか、しかもさ、これってさ、見たらわかるけど自撮りじゃないんだよ。これ、誰かが撮ったんだよ。誰にこんな目をしたのかなこう、フォーカスしてる方、ファインダー覗いてる方の感じよ。こうすげえ、解放やっぱ面白いよな。そう、用意してできる表情だったらプロの芸人になれるよ。アルファセブンで撮れたいよね。お父さんが撮ったんだ。お父さんどんな顔だったのか逆に撮りたいよね。いや、お父さんがどんな顔で撮ったのか引きで撮りたいもんね。うん、いや、いい人っつうか、まあ、弟子だからね、解放は。和道流配信術正統継承者だよ。配信5年目にして、ついに弟子ができたんだよ。でも、師匠を超えてるからね。
完全に師匠を超えてるから面白そう。いやなんかねやっぱ天然には勝てないよ本当に。天然には勝てない。お前さ、タニシさ、そういうコメント恥ずかしいからやめた方がいいよ。お前みたいなやつがさ、女の子のところでさ、彼氏いるの？とかコメント打つんだろ？気持ち悪い。今度オフ会行かない？とか。すげえわかるわ。とか、女の子、わかる？みんなさ、タニシのさ、他の女の子のところでさ、タニシ見つけたらキャプってよ。俺に DM ちょうだい。さらしてやるから。アンチコメント書いてるやつは、他他枠で見つけたら、大体女のところで、可愛い子ちゃん和骨とか言ってさ。で、大体これね、あの配信者の捨て垢なんだよ。嫉妬なんだよ、これ。過疎生主の同業の、うん。見つけてよ。報告して。彼氏いんの？今度飯行かない？わかるわ。とかやってるから。気持ち悪い。モテないおっさんなんだろうな。かわいそうに。俺が羨ましいか、タニシ。なあ、素直になれよ。俺みたいになりたいんだろ。タニシよ、おいタニシよ、俺みたいになりたいんだろ。なれるとも。なりたいんだろ、素直になれよ。こっち側来たいんだろ。だから顔分かってんのって分かってるでしょ。だから顔でここまでやってきたからね俺。正直顔売りだからもうモテるよ。いや、モテるんだよ。モテるんだよ、俺。のんちゃん、俺モテるよね。え？わかんない、なんだろうね。でも、こうやって顔ディスをしてくるっていうことはさ、あの顔がやっぱコンプレックスなんじゃないの。顔にコンプレックス持ってるんでしょ。エッジのポスタリゼーションがすごい。何言ってるか全然わかんねえな。俺そんなブサイクか。そこまでブサイクか。ブサイクではないと思うけど。だからさっきも言ったけど、だから小田切城とかそういうレベルでしょ。竹之内豊には勝てない。わかる。でも他でカバーしてるから。ジャンルとしては小田切城の、まあ、ポジションだよね。でも俺モテるよ。寄り目もチャームポイントだから俺の。もういや欠点をあの長所に生かしてるから。髪伸ばすよ、あんこら。いや、小田切城でしょ、完全に。だって、バジリスクの、ねえ、甲賀忍法帳の主役やってましたっつっても違和感ないでしょ。仲間由紀恵と一緒に。ちょっと、確かに、のりこは仲間由紀恵入ってるもんね。いや完全に入ってるでしょ。違和感しかない。仮面ライダーもできるね。良い子のみんな。良い子のみんながすごい似合うよ。良い子のみんな、和道だよ。今日は一緒に外配信に出よう。仮面ライダーそろそろ来るんじゃないの。変身。
弾幕ありがとう。いや、この空気を楽しみに来たんでしょ。編集終わった。あ、返信待ちだったの今のコメント。今のまあ返信待ちだったんだ。素直だね。俺の頭の中ではすごい良かったね。完璧にライダーになってたね。606結構いい感じになってきたよ。見る606。ちょっと待って、これはもう1年履いてる方なんだけど、洗濯を月1回やってる感じなんだけど、結構でもね、ちょっとね、洗いすぎて柔らかくなってブカブカなんだよね、お腹とか。今こんな感じ。でも色が落ちちゃってんの。でもまあ綺麗に、やっぱ1ヶ月履いて洗って1ヶ月履いてを繰り返してるのがこっちね。でも結構気に入ってるかな、まあ、こっちは柔らかく履いてるって感じで。で、気に入ってる方はね、成功してるのはね、普通の方。待って。こっちは仕上がってるぞ。これは仕上がってる。もうこれはノンウォッシュでいってるんだけど。これはノンウォッシュでいってるんだけど、ちょっとこれは大人な仕上がりだよ。いいでしょう。もうガッチガチよ。いいでしょう。どうよ、仕上がり半端なくない？これは洗ってなくて正解。硬いけど、やっぱね、ジーパンはこのターコイズブルーって言うんだっけ、やっぱこっちがいいよね。インディコブルーっていうの、うん、いい感じになると思うよ。テカってきたね、うん。ジーパン育てるもんだからね。悪くないでしょ。でね、こっちはね、折って履いちゃったんだよ。で、跡がついちゃったから、もう、よれちゃってんだけど、こっちが硬いうちにもうくしゃくしゃにしてあるから、ここ、カットしてないんだけど、そこがまたかっこいい。これ成功するだろうね、こっちは。まあ、1年間、2年間ぐらい洗わないで履いて、干して履いてる感じだけど、洗い時は1年、2年だろうね。陰干しだね。あともう布巾とか濡れ拭きでパーッと拭いたり、はっきり見えるでしょ。でもここのシワがおしゃれポイントだよね、ほんと。なかなか、なかなかの、もうほんとファッションリーダーだよね。こだわりだね、これは。これはいいよ。何がいいかっていうと、ここ見て、これ光じゃないんだよ。ここ色が褪せてきてるでしょ。要はね、ここに体重かかって擦れてる。こういう風にダメージが入ってくるのよ。いい感じになるよ。わかる？擦れてんの、ここ。あとこのシワの感じと、だんだん色が取れてきていいでしょ。これはね、多分完成したらめちゃめちゃ。ベルトルーフに当たりついてるってどこだろう。当たりってなんだろう。これ当たりっていうの？これがすごいかっこいいんだよね。耳ってこれあるよ。レッドタグ。ビッグ S って言うんだっけ。ピントが合わないけど。オレンジの。まあ、なかなかのおしゃれアイテムだよね。当たり、色落ちのこと当たりって言うんだ。耳赤耳はない。赤耳はない。だから今度501買おうかな、やっぱり。うん。いや、お前らには分かんないんだって。お前らなんか、ビッグジョン履いてろ。クソ貧乏人どもが。ビッグジョン履いてろよ、ゴミが。お前らにリーバイスなんか履かせねえよ。どう？何点？俺のジーパン、今のところ。こっちはね、ちょっと失敗なんだよな。なんか、チンコのね、ここがよれちゃったの。これすっげえダサいの、ここ。
ここ変なシワついちゃって、ここジーパンのここが見えてて、すっげえ失敗なのこれ。もうちょっとねチンコ見えてるみたいになってるんだよね。本当にこれ超ショックなんだよ。初めて買ったジーパン失敗したからね、チンこうペロってなってんのここは、うん、あビッグジョーもレアシリーズあるんだ。まあ今のところこんな感じかな、うん、結構気に入ってるかな。ケツもテカってきたね、お尻がねテカってきたよ。ラインが綺麗なんだよね606。ちょっとね最初ねここの腰パンみたいな、ここが高すぎるの、 おへそまで行くっていう、ちょっと古いんだよ。だからさ尾崎豊っぽくなるっていうかさ、なんかこ多分こう履いてたんだよ昔のやつは、わかる？こんな感じで履いてたんだよみんな、わかる？すげえダサいじゃんここ、ここがすげえ長いの。そうこれがちょっとやっぱ下がっていくんだよね。まあ世界初のスリムジーンズなんだけど、ここが長いのね、うん、ちょっとこれはかっこよすぎるでしょ、うん、ファッションリーダーでしょこんなんいたな昔な昭和にこんなんいっぱいいたよな、うん、そういっぱいいるよな、なんかシャツインしてな、こんな感じでな、クソダセえなこれ、うん、まあこんな感じかなジーパンは今のところ。ブラックはね当たりが弱いね、あのインディコの方ばっかり履いてる、ハマっちゃって。股間ちょっと気になるね、座った時にねちょっと癖をつけるの間違えたんだよね。だから今回のやつはちゃんとやった、うん、頭皮が衰退してるんじゃないよ、俺が前進していて髪の毛がついてきてないだけなんだ。ありがとう、アイテムありがとう、はいこんばんはみーたん、ありがとう、うん、ここがついてきてない、早すぎて。全部同じ606俺はで、501が1本欲しい記念に。今ねいいのが出てるんだよ、アメリカのミシシッピ州か、まあまあ、どっか忘れたけど、あの要は工場復活してんだよ。演じてないよ別に、いいんだよやっぱ501のね復刻は手に入れないとね、向こうの職人が作ってるからね。今手に入れなかったらいつ手に入れんだよ。ホワイトオークだっけ、今501復刻してんだよ。ノンウォッシュのやつなんて言うんだっけ、あのりがついてるやつ、多分ねもう店頭に並んでるはずなんだよね。どっかが先に先行発売したって言ってたけど、どこだったかな。もう絶対手に入れる501。コクありがとう、コク風船ありがとう。デニムはいいよ、3本で全部606だね。リジットだ、そうリジットの501が出てんの、多分ね今年で終わりだと思う。サブリミナルだ、サブリミナルだね、うん、そうメイン100のリジットのアメリカ工場。日本製のジーンズもすげえいいなと思って最近勉強してるよ。やっぱ岡山に行った時に一本欲しかったね。てかなんかジーパン芸人みたいになってきたな。ジーパン奥深いよ本当。エビスは俺嫌い。エビスは正直ダセ。ヨッサンがエビスなんだよ。だからヨッサンがダサいってわけじゃないよ。なんかエビスはなんか本当はかっこよくないのに金持ちのおっさんが集まって流行らせた感がすごいあって、俺らもなんかノリで作ったら流行るんじゃねーみたいな感じに見えちゃうの。あ、倉敷で買ったんだ、いいね、うん、知らねえよ、うるせえな、俺よりも知識量で上回るんじゃねえよ。そういうのダメだから、マナー違反だから、うるせえ、俺のレベルに合わせろ。
俺がこの中で一番知識を持ってる風じゃないと成り立たないから、この放送は。そうじゃないとね、山田さんすごいってなっちゃうわけですよね。山田さんすごいってみんながなったらダメなの。あくまで俺が一番知識持ってる体で進めてるわけだから、この枠ではマナーは守って。本当に俺、こいつ俺よりも知らないなってなったらダメだから、それはマナーだから。そう、知らないよそんなの。俺はリーバイスの話してるんだよ。のりこの自作恵比寿、あれ最高傑作だよね。リーバイスはね、いいよね。世の中には2種類のジーパンがあるんだよ。リーバイスのジーパンとリーバイスじゃないジーパンがあるんだ。で、俺はリーバイスを履くんだよ。岡山行ったよこの前。 LVC とか言うんじゃねえよ山田てめえこの野郎。さっきからよ、喧嘩売ってんのか。なんだよ LVC って。何の話をしてるんだよさっきから。当たりだのなんとかだの、ヒゲとかタグとか、ああこの野郎、ついにお前 LVC だと。何言ってるか全然。 LVC ってあれだろ、あの熱に強いね。 LVC は温度に本当に強い。だから結構あの気候がね、あれなんだよ、砂漠の方とかあれだなの地方で流行ってるやつだな。リーバイスオリジナルクロージング、うるせえお前、黙ってろもう本当に、全然ちげえじゃねえかよ全然違かったわ。リーバイスヴィンテージクロージングって言うんだ。全然砂漠何の関係もなかったわ。そうそう、高いコーナーで買ってるから。はいこんにちは、妖怪さんいらっしゃい。いやジーパン面白いよ。まあ俺はリーバイスから浮気する気ないから。子供の頃から欲しかったリーバイスだから、憧れのリーバイスだから。今日スタイル変えてないよ全然。配信のあのスペックっていうか、その画質を上げたね、画質を上げた。あと角度をね、ちょっと配置、スケさんを後ろに置いて、スケさんがいたところにあの照明当てて、ちょっと変えた。捨て頃そうだね小愛さんね、角度変わったね、角度変わった。まあこれ固定でいこうかな。まあやっぱね、歴史があるからね、世界初のジーパンメーカーだから。リーバイスは企業理念もかっこいいんだよ、すげえ。株主に反発してまで、ご飯ね、これからのんちゃん角煮を作ってくれてるから、これから食べるよ。あれコメント止まったな、なんだろう、あれコメント来ないな、なんだこっち側先に表示されてて。たまにあるよな最近、あれコメントが出ない、なんで。え放送見れてる、あ来た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 、ありがとうバガー、ありがとう。角煮と大根と豚の角煮作ってくれてる。たまにあるんだよね、仕様が変わってから。豆腐もいいね、ありがとう南波さん、風船統治法ね、
いやもう家庭料理が今いいのよ、うん、いやじわじわ攻めてくるから、夢に出るまでやるよ、夢に出るまで、うん、だからリーバイス似合ってるでしょ、リーバイス履くためにこう、だからなんつうのこうハリウッドセレブっぽさあるでしょ、ちょっとわかる、うん、こうモデルみたいでしょ、西新宿のこう高級住宅街をこうやって俺はポケットに手突っ込んでこう歩いてるわけよ。そうすると街中の人間が、あ、和道さんだって、いやよみたいな、こうどうもっつって、あ、また和道さんだってなるわけよ。そう、でも東京の人だから本当は声かけたいけど声かけない、いや田舎もっぽくなっちゃうから。地方とかだとねもうキャーってなるけど、会釈する感じで、ね、いつもありがとねみたいな。色はもうこれ1年ぐらい履いてるかな。もう一本新しいのあるよ。レザーは昔履いてたけどね、レザーはいいかな。パンツはジーパンが今ハマってるかな、うん、そうジーパンいいよ、すげえいい。やっぱここがうまく出たのがかっこいいんだけど、ここが原点だよこいつは。クタクタになるまで履きたい。リペアしたけどね最近、そうさりげなくなる、どうもっつって。ファッションリーダーだよ、ファッションリーダー。あやいらっしゃい。そう尖ってるからね。そうだからね、キッズたちがねこう和道みたいにどこのブランドって、ブランドで服着るなよって、ブランドで服を着るなよって、どういうこと和道、あれだよって、うん、あれなんだねって、うんそうだよっつって、じゃあねって分かったワド、うん、だいたい通用するから。キッズは感性がいいから、うん、子供の心忘れてないから、だいたい目見たら分かる。目でやり取りする、目で。あでもね T シャツ屋さんで今プリントでやってるんだけど、刺繍もできるんだよ。でちょっとオリジナルの刺繍のたっけえ T シャツ作ろうかなとか思って、今度かっこいい、もうグッズとしてじゃなくてもう自分が着たいさデザインでさ、ブワーって刺繍入れて、刺繍だけの T シャツ1個いいやつ作ろうかなとか思ってる。カウンターカルチャー、いや配信カウンターカルチャー、いやサブ、カウンターカルチャーっていう言い方か、サブカル、いやカウンターカルチャーっていうよりもサブカルって感じだね俺の中では。うん、アンコールありがとう。どうなんだろうね。いやただ人口が少ない、まあカウンターカルチャーっていう認識でもある、テレビに対してとかに関してっていう。でもそのカウンターカルチャーって呼ばれてるものがカウンターとして機能してるかっていう問題があるじゃん、うん、ただ反社会的なやつがいるだけでしょうっていう、うん、俺はその配信とかなんつうんだろう、人によると思ってて、もう金梅さんとかよっさんとかカウンターとして機能してると思うけど、あの人によるんじゃん。文化としてそのカウンターになってるかってさ、なってないと思うけどね。どうなんだろう、文化サブカルの域を出てないんじゃないの、うん、人によるカウンターとしてちゃんと戦ってる人は。まあだから生活保護完全マニュアルとかやってる時は俺はカウンターって意識は持ってるけどね。ただほら垂れ流してるだけじゃん俺らって。その思想があるかっつったらないよやっぱり多くの人は。サブカルだよサブカル。
まあでもそのテレビが年寄りに奪われて、あのテレビがつまんなくなった、年寄りのものになったって言って、若者とかテレビクソだよねっていう部分で関しては、まああるんじゃないの、そういう部分っていうのは。だけど俺はテレビ取り返すっていう風に思ってるけどね。本当に面白かった頃のテレビを知ってるから、あの頃のテレビは俺らが取り戻すっていう感覚はあるよ。のんちゃん米炊いてんの？うん、さすがのりこ、すばらしい。できる子だね。今9時か、9時半か。今日は走るよ、この後。走る、ひたすら。もう間に合わない。スタミナを上げないと。今日はまず角度を変えたっていうのと、ここに照明を入れてたんだけど、スケさんがいるでしょ。で、画質を上げたのと、要は角度が変わってるね。角度と照明、スケさんがいたところに照明があって。走る走る。いや本当にだって悔い残したくないもん、捨て頃で。本当、本当に、なんだろうな、納得するまでやるよ。自分がね、周りが納得するかどうかなんて知ったこっちゃないけど、もう俺はやるだけやったよっていう。いや本番に向けてね、本番にそれやんなかったら意味なかったから。本番に全部ぶつけるよ、対戦相手に。いや4分間動き回ればいいわけだ、4分間戦えればいいわけだから。いや遅くないって言うけど、なんか練習サボってるみたいになってるけど、俺多分一番達彦の次に練習してんの俺だと思うよ。ジムにも通ってたし、走ってたし、うん、だってあばらいてんだからしょうがねえじゃん。いや俺やってた方だと思うよ。だってシャドウとかめちゃめちゃ綺麗になってない？なんかさ、練習サボってるみたいなキャラにされてるけどさ、もう全然やってるっていうか、他の配信者より全然やってる方だと思うんだけど、どうなんだろう。そんなになんかやってないイメージついてんの？何なの？いや強くなってると思うよ。シャドウとかさ全然綺麗になってたもん、他のに比べて。4分5、6試合じゃないよ、全然全然5、6試合じゃない。ステゴロ1の自分をフルボッコにできるよ、正直。で1分かからないで殺せるね、全然いけるよ。余裕、余裕のよっちゃんですよ。いや本当に本当に一瞬で殺せるよ、一瞬で。今の俺だったら瞬殺できるよ。結構シャドウ綺麗になった方だと思うんだけどな、どうなんだろう。そんなでもない。まあシャドウがね綺麗だからっつって強いわけじゃないかんな。いやどうなんだろう、やってないと思うよ結論から言うと。っていうか別に俺ら格闘家じゃねえから、だから練習しなくてもいいんだよ。
ストレートとか綺麗になったよね、だいぶ。どうなの？微妙？うん、軸ぶれなくなったじゃん。ありがとうマムさん、やってたんだ。うん、リナネコとモモナナすごいことになりそうだよね。強くはなってると思うよ。ただそのヒカルくんとかさ、その達彦とかドレさんって本当にやってる人だからね。あの人たちと比べてるのがおかしいんだっつーの。腰も入れてストレート入れてるし、ジャブも綺麗いいよね。体感強くなってはいると思うんだけどね、前よりはね。うん、光くんだって体力モンスターだもん、体力お化けだもん。だってこの日二日酔い状態なんだよ。ありえねえよ、どんだけ強えんだよ。二日酔いでこんだけ動けん、朝3時まで飲んでましたっつったら、それと一緒にしないでっていう勝てるわけがない。オタクだぜ、オタク、引きこもりの。ただもし相手がガチの経験者なら勝てない、体格でも不利なわけだし、うん、だからねえ怖いよね、正直言うと。マジな話すると相手が経験者でね、運動神経も良くて隠してたら勝ちようがないから、だからいやそれも想定してるよ、うん、だけど結局やることは変わんないじゃん。あの勝つか負けるか分かんねえ世界、殺されるか殺すかでしょ。もう極端な言い方だけど、絶対死ぬことはないけど、でも殺す気でやるわけじゃん。殺されるか殺すかでしょ。やるしかないじゃん。そうそうそう、逃げるのって話になるから、そこはもうね、殺す気でやるしかないでしょ。殺される覚悟と、ほんと怖いよ。怖くはないんだけど、前回に比べたら、まあ、怖さはあるよ。頑張る頑張る。うん、ただね、俺ね、頑張ってねっていう言い方はね、ちょっと違うんじゃないかなって思うね。うん。そう。いや、リングに、いや、リングに上がった時点で尊敬っていうよりも、リングはすごいいいよ、あそこは。本当に面白くて、あんだけの人が見てて、300人いて、で、ね、和田レフェリーもいて、セコンドもいてって、2万人が見てても、対戦相手しか見えないから、本当にあれはなんか不思議な経験。対戦相手しか見えない、うん、檻の中に入れるっていうのはよく言ったもんだよ、逃げ場がないとか。本当にもう自分の心の戦いだよ、うん、まあ、だからその俺が戦ってるのは前逃げた自分だからね。要は勝ちを拾いに行かなくて、テレの攻撃をこう避けたり必死に守ったりとか逃げたりとか、要は攻めの姿勢が全くなかったわけじゃん。全くとは言わないけど、必死になって自分守ってただけだったから、今回はもうそう持てる技術で攻撃に転じられるかっていう、うん、だから引き分けまで、引き分けっつうか判定まで持ってったの俺だけだからね。じゃあさ、言うけどさ、運動をやったことないさ、おっさんで33歳で想像つくじゃん。あんなさ、息のいいさ、体重は軽いかもしんないけど、あんなとっぽい喧嘩絶対強いんだから、テルなんかやれるやれねえだろ、うん、やってみろよっていう。テル弱くないかんね、うん、今回直樹兄さん分かんないけど、対戦相手はテルとタイマン張れる、うん、うん、だって共感したいじゃん、
結構使うね。そう思わないと分かるって問いかける、考えてって踏み込めばつうか、やっぱどれさんにも言われたんだけど、やられる覚悟がないとダメだっていう。やるときはやられる覚悟。例えばさ、ワンツースリーってこうやって綺麗に打つことできるよ、練習で。上手い人いっぱいいるのよ。試合でなんで出せなくなるのかって言ったら簡単だよ。相手が攻撃してこないんだもん。ワンツーで当たりながら打つんだよ。どこで攻撃しかけてくるかお互い分かんないんだよ。だから相打ちになったらカウンター潰れるわけじゃん。だからブロックしっかりとか打つときとか基本が大事になってくるわけでしょ。だから格闘家絶対ガード下がらないもん、やってる人は。だから辰彦下がんないでしょ、 この位置から、うん、だからこれをすり込む、うん、だからすり込んだとしても心弱かったらダメだし、体力ないダメだし、難しいよ。生き様が本当出る。だからリングに上がったら誰も助けてくんない、相手がくたばるまでやるん。秘策はね、もうシンプル、もう全部出す、うん、あとはさっきも言ったけど、あの殺されてもやるっていう、その仕掛けるっていう概念があるのね。要は用意ドンって言うんだけど、要は最後焼けっぱちで仕掛けないといけない場面っていうのが出んので、攻撃をするっていうことは攻撃をもらう距離にいるわけだから。でテクニックとかあるよ、そのウィービングなの、かいくぐる、ダッキングなの、スウェーバックなの、いろいろあるんだけど、結局本能だからもう腹くくってうわってこう殴りかかるしかないんだよ、用意ドン、うん、用意ドンだね、うん、でもまあまあ大丈夫でしょ、うん、秘策はないよ。敵の体格はドレさんよりも身長高い、体重はドレ今のドレさんと同じぐらいじゃん、まあ脂肪だけど、体重80キロ以上。ていうか計量やってくれんのかな、ちゃんと。俺超不利なんだけど、俺67キロだよ、もともと75まで上げたけど、相手ちゃんと計量やってよ、絞ってんのかよ、80キロ以下でやれよ。そう思わない？80キロ以上で向こうは減量しないといけないんだよ。そう思わない？減量ちゃんとやってよ、便所さん。うん、雅くんだって体重差全然あんだから、みやびさん軽いんだから、身長差あんだから。いや向こうは減量しないとダメなんだよ。で体重の報告とかツイッターとか上がってないよ。いや身長差だからこれくらいあるっていうのは今ドレさんとやるから、この映像でわかるよ。だから結構無理ゲーだよ今回。身長差体重差で言うと絶対ボクシングで組ませないもん。3階級ぐらい違うんだよ。結構厳しいよね。そうマッチメイクするんだったらそこはマナーでしょ、スポーツとしての絶対守ってよっていう。こっちだって増量苦しいんだから、増量しながらさ走り込んで体重ベストに上げてるわけだから。そうそうそう階級、そうもちろんもちろん、前回は階級下のテルに負けたわけだから、もちろんよ。でもピーカブーが似合うね、初めの一歩さ。ピーカブーやっぱ良くない？もう殴り合う距離じゃん、かがんで。こういうのが見たいんでしょみんな。そうアウトボクシングで散らすんじゃなくてガンガン攻めるのが好きなんでしょ。これなんか絵的にはいいよね、ピーカブーは。今ボクサーでこんなんやってるのなんかいないんだからさ、これ見応えあるよね、ピーカブースタイル。いや減量だってパンチ力さ
イメージすると分かるんだけど、5キロのダンベルって男の子だったら分かると思うけど、こんなでかいの分かるでしょ。体重イコールパンチ力なのよ。5キロのダンベル持って殴られるのと一緒だよ、体重差って。10キロのダンベルになるか5キロのダンベルになるかって話なのよ。破壊力が全然違うのよ。それは調整はかけろよっていう、それがボクシングの大前提じゃん。そう、蹴りがあるんだったらまた別のロジックが入ってくるから、体重差曖昧になってくるけれども、幅広くなってくるけども、もうリーチの差と体重の差っていうのが明確な世界なんだから、そこは体作ってくるのはマナーでしょ。ましてや向こうの体重で合わせてるんだから、こっちは、うん、身長がもともと圧倒的有利なんでしょ。どれジャブ打つのこんな角度だよ。普通こうでしょ、同じ身長はこんなだよ。全然違うよ。いやだから軽量をやるかどうかも分かんないの、やるのかなっていう話。コミッショナーがそこやんないダメだよ。コミッショナーがルール設定したんだから。別に体重計って前日でも当日でもいいよ。前回やってないでしょ、だって、まあ、前回は体重制限なかったからいいけど、今回はコミッショナーが言ったんだからやってもらわないと困るよ。そう、計量はちゃんとやんなかったら文句言うよ。それはルールなんだから、契約に書いてあるんだから。あのね、カレンさんね、簡単に言うと女の子分かりづらいかもしれないけど、ペットボトルの500ってあるじゃん、あれが要は 0.5 キロ、あれ2本で1キロになるのよ。でそれくらいの重り持って殴ったら強くなるの分かる、カレンちゃん。ダンベルとかさ、重たい3キロとか5キロとか持って殴ったら破壊力増すでしょ。それイメージつくでしょ。それくらい差が出ちゃうの、体重ってパンチ力が変わるのよ。だから太ってる方が有利なの、簡単に言うと。だから体重を合わせないといけないの。そう、いや格闘技のもうその体重を合わせるっていうのはもう基本中の基本なのね。そう、うん。でマナー守りませんって、向こうの体重に合わせてやってるわけだから、向こうは体重下げる、こっちは上げるで契約したわけだから、それ割ってなかったらそれ試合やらないっていうこととイコールだからね。てか向こうでコメント書いてよ、直樹兄さん、体重測れって、ちゃんと減量やってんのかって、うん、それはもう勝負の以前の話だよ。不正行為と一緒よ。中に鉄の鉛入れてんのと一緒ぐらいダサいこと。そう、2、3キロ、そう、2キロとか4キロで変わっちゃうから。俺はもう75から上げることは無理だから、こっから。で、限界まで太ってるから、人生で一番太ってんの今。まあ難しいよな。
ダッキングして中に入るイメージ、多分ジャブの距離差し合いができないからインファイトするしかないよね。やっぱ中入り込んじゃえばねえ、ボディ叩き放題だからそれしかないね。いや追っかけて潰すしかないよね。この辺迫力あるんじゃない？だから一番さ配信者の目線に近いのが今のシーンじゃないの。遠くで引きで見てるじゃん。だからやってる本人の視点この辺だよ。こんな感じで殴り合ってんだよ。うん、こんな感じで怖いでしょ。最前列とかこんな感じで見れるよ。引きで見るのに慣れてるからね。俺らの目線はこんな感じよ。この距離で戦ってるからね。迫力あるね。原田さんとやった時なんかもうプルプル震えたもんね、怖くて。ガードしすぎると視界狭まるよ。うん、顎だね。ここ俺はでこういう感じ。ブロッキングはこう入ってるから下向いてるわけじゃないよ。顎を引いてんので、ちょやっぱ若干前傾姿勢の、これはね指摘されてるんだけど、自分が一番いいのも研究してタイソンの動きとかちょっと邪道な感じでやってるから若干前かがみにしてるね。見えてる見えてる、うん、見えてないように見えてるのは分かるんだよ。だけど上から来るからちゃんとこう入るイメージでやってるっていう。そう、下向いて逃げてるように見えるけど実は見えてる、目は背けてないよ。今その反復練習やってるところだね。こっち側で見ようか、サブの方ね。サブこっちか。キャプチャーはかな。カウンターもらっちゃう。だから今技術的なことを教わってる。反対がこのスピードで来るから気をつ、このスピードで来るから、まあ相手はそんな技術持ってないだろうけど普通はこうやられるよっていうのを教わってんの。その、だからこの辺で入り込めとか、こういう、そうここまで来ればいいよとか、そうでこのタイミングで打てとか、そうで反対側からも打つんだよっていう。でもドレさんから言われたのは理論は正しいって言われたよね。ただ体が追いついてないっていう。作戦は別に問題ないとは言われてんだけどね。
あとは体がそこまでその追いついていくかっていう。素人はジャブが一番難しいっていうよりもね、ジャブが全部の起点になってて、その、なんていうのかな。ジャブ、実は攻撃の種類って6種類しかないのね。もうどんな種類って言っても、ストレート、右の左のストレート、フックね。で、アッパー。で、あとスマッシュっていう変速ブローとかガゼルパンチとかいろいろあるんだけど、ガードする側からすると、まっすぐ飛んでくるストレート系か、横から来るフック系か、そう、アッパー系の対策は一つ。だから、実はパンチの種類よりも、ジャブとかストレートとかみんな攻撃のこと言うけど、実は俺は格闘技っていうのは距離と、騙し合いと、あと防御の技術。こっちの方が面白い、俺は。要は、こうやってフックをブロッキングするのか、それとも、スウェーバックで避けるのか、ステップで避けるのか、サイドステップで避けるのかとか、パリで落とすのか。要は攻撃は6種類誰でもできるんだ。距離感のみのスポーツって言ってもいい。ドルさんは距離って言ってた。はい、ブリーン、アイテムありがとう。サンキュー。ドルさんは距離だっつってたね。もう完全に距離のスポーツ。距離のみ。だからボクシング。ボックスの中で、要は真ん中、これプロの試合見るときそうなんだけど、絶対に強い方が真ん中取ってる。リングの中心にいる方が強いやつの。これもう絶対なの。どんな誰の試合見ても。これがコーナーに押し込まれるっていうのは力差が出てるからなのね。だからわざと上手い方がコーナーに押されてくるって回るとかもあるんだけど、基本的にこの真ん中を取ってるやつが強い方だと思った方がいい。で、真ん中取れてないってことは押されてるっていうふうに認識して構わない。絶対なの。で、弱い方が回るから。弱い方っていうか、下手な方っていうのかな。だから、辰彦、次のやつ見てみようか。もう見たらわかるから。どっちが真ん中にいるか見てみて。辰彦と、光くんと、俺か。光くんと俺だと技術差がそこまであれじゃないから。俺はこのし、たつひ、あの、ヒカル君とやるときは、その、やっぱ意識したよ。真ん中取るっていうポジション取り。まあ、そこ見てみようか。どっちが。真ん中取ってるでしょ。そういうゲームでもある。コーナーに追い込むか。だから真ん中渡さないようにしてるでしょ。要は、打たれるってことは弾かれるわけだから、後ろに下がっちゃったり避けたりするから、距離がどんどん詰まっていく。で、あとはその自分のリーチと相手のリーチの距離を測るんだけど、俺はそれは苦手かな。よく分かんないっていうか、もう絶対当たる距離まで踏み込んでるから。いや、真ん中取るように意識してる。でもまあ、これは光くんが本気じゃないからね。じゃ次の見てみようか。次は誰と誰だ。これは光くんとドレさん。これでも稽古だな。練習だな。光くんとドレさん見てみようか。辰彦と光くんだと、辰彦は絶対真ん中取るから。これ見るとわかるよ。絶対辰彦、軸から動かないはずだから。どっちかリングの中央にいるか。
も辰彦は外さないでしょ。要はね、円の真ん中にいるっていうことは最小限の動きで済むのよ。で、回るっていうことは要は外周するわけだからすごい減るんだよ。和解したね。うん、真ん中にいるよね。うん、やっぱこうなるよね。ドレさんと今度辰彦で見ると奪い合いになるから面白いから見ようか。どっちがうまいのか、これ見たらわかる。レベル違えない。やっぱハンドスピードも違うしさ、マスとはいえ辰彦の方が若干リング中央寄りだけど、取り合いだな。拮抗するよね。やっぱ中央で戦う上手い人はこうなるんだよ。うんね、差が出なくなるでしょ。でも若干辰彦の方がやっぱ中央寄りなのかなっていう。うん、あでも返すね。やっぱほらドレさんが取ったとかわかるでしょ。まあこの2人になるともう今度読み合いが入るからあれだけど、その高段サイドの切り替えとかわかるから一概にこれだけの要素では言えないけど、まあまあ王道としてはブレないし早いつが、うん、やっぱ体感がブレない、もう本当に、うん、いやー54歳でこの動き、ジャブのハンドスピードとか結構すごいよ。あの格闘家としてはどうなのかっていう話はまた別のロジックで、54歳だっていうのを前提に見ないと。うん、55か、もう脅威だよ。だ反応してるもん辰彦のスピードに。まあ、強さで言ったら辰彦の方が強いわけじゃん、どう考えても。まあ、ドレさんは俺の方が強いって言うだろうけど、でも技術レベル高いよ。ほら、スピードのコンビネーションとか。で、シフトウェイトもちゃんとやるし、振るし。まあ、フリッカーっていう特殊な戦い方だけど、まあ、バカにできるっていう感じはしないよな、やっぱ。まあ、2分早い。そうそう、現役でね、やりたいって、まだ試合出たいって言ってるわけだから、バケモンだよ。おかしいよ。これ見てるとわかるけど、多分ドレさんに取られる真ん中。うん、あ、じゃあか、これはスパーじゃなくて約束稽古か。うん、これエルボーブロックで親指怪我したんだよ。親指だいぶ腫れたよ、これ。エルボーで落とすっていう技術。毎日だってジム4個通ってんだよ。筋トレのジム以外で。筋トレのジム入れたら6個通ってるからね。頭おかしいでしょ。毎日行ってるからね。すごいよね。好きなんだって。もう格闘技のジムだけで4店舗通ってるって。大好きなんだよ。でももう今年で終わりだって言ってたね。もう体力的に絶対もう55でピークが来る。ピークっつうかもう無理だって言ってる。もう体重が落ちないんだって。だからプロの試合出たりとかするんだったらもうこれが最後だって言ってるね。だからマッハ祭りは本当に出たかったらしいんだけど、まあ噛み合わなかったよね。まあ最後なんかいい試合ね、見たいよね、テレビとかで。ミッド打ち見ようか。ミッドの音確認して。パタン、もっともっとやる、パタン、うん、いい蹴り、パタン、4発パタン、4発、運動神経いいな。はい、じゃあ、もうちょい、もうちょい、はい、
ねえ、見たいよね、サブさんね。蹴りがいいんだよ。ガルくん仕上がってるね。ワード2、ガルくんいいね。体力切れてきた。頑張れ頑張れ。あと30秒。気持ちが切れたら切れちゃうから。ワード要は足がダメになってくの。わかるでしょ。ヒカルくんぐらいの体力持ってても足がブレてるからパンチが威力がなくなっていくの。だから走り込み。ここがダメになる。いやガードも下がってるでしょ。だから体力勝負。辛いよね。そうそうそう。要はこれどんだけ技術あっても結局根性っていうのは、要は最初はこうやってできるのよ。だけどスタミナがヘトヘトになっていくともううわあってなるから、ガード下がる、軸はブレる、だから倒れんの、入った時に。だから効くのよ、うん、いやバブー達彦は強いよ。まあでも光くんはセンスあるよね。ミニドルはいいんだけど強い。左がちょっと難しい。左はスイッチって、うん、いや攻撃力あるよ。攻撃力半端なくあるよ。次俺かな。フォームの確認するわ。いやだって練習2時間の最後だもん。ガードが命なんだよ。ミスやるときもガードが命なんだね。タツイコ、はい、俺もあんまりやってないんだね。私ブレなくなったね、うん、もう使った。ジャブも早いね。パンチ力は多分一番あるって言われてるよ。メンジョさんもドレさんも捨て頃の中でパンチ力一番あるのワドウだって言われてる。原田さんにも褒められたよ。そう、アッパー、そう、アッパー、こっちも、こっちも。
そうだよ、はい、ドレさんに聞いてごらん。攻撃力ある。左左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 いやだから気持ちがパンチのスピード超えたんだよ、うん、パンチのスピード超えたっていう気持ちが、うん、ガムありがとう。あ違うわ、ガムありがとう、ありがとう。気持ちで戦ってるからね、必殺技だよ。パンチが遅れてくる。うん、パンチのスピードを気持ちが超えるっていう稀有なファイターだから。16でも倒れんじゃないの、多分面食らうと思うよ、入ればね、当たればね。当たんなかったら意味ないかも。じゃあそろそろ走ってこようかな、私は。じゃあ僕は走ってきますよ皆さん。もう大会近いし。16オンス16オンス。ああこちらこそ YouTube に動画あるからね。これ16オンスってこれね、アンパンマンみたいなグローブ。でっかいでしょ。でもね、16でもね、あのドレさんにぶん殴られたら星飛ぶもん、ガード越しでも。だから結局大丈夫だよ、素人なんだから。何キロ、ね6とか56だね俺は。56、うん、じゃあ行ってきます。うん、ありがとうございました、お疲れ様です、また明日、おやすみー。